鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に、航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過したよ。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようだな。今回は出雲加賀経由、入港について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年1月12日付鹿児島の南日本新聞社が、航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載したよ。森林伐採や造成が進み、作業用らしき未舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということだったんだ。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えているね。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定したんだ。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したぜ。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方km で周囲 16.5km。島のほとんどが低地で平らな無人島だな。2005年平成17年の国勢調査ではかつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようだね。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の、艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたんだ。その後、2010年平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案、種子島などにでは地元説明会を開いていたよ。しかし馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生したぜ。そのせいで計画が危ぶまれていたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海事空事用守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけだ。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で建物や施設も増えたため、まるで基地のための町が出現したようだと言っているね。馬毛島の中央部には建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということだよ。防衛省の計画では基地滑走路は2本、島の北北西から南南東にかけての長さ2450メートルの主滑走路と1830メートルの横風用滑走路なんだ。この2本がくの字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっているんだけど、現時点では全体像はまだ認められないね。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など幹線係留施設の設置が予定されているな。こういった桟橋は現在空母化改修工事が進められている出雲型護衛艦。基準排水量19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸入港を可能にするものだぜ。係留施設として桟橋のほか、防波堤や消波堤なども建設される予定で、馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300ムまで伸ばす予定らしい。
馬毛島基地のイメージ図には滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が書かれているよ。他にも基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されているんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっているみたい。その間、艦載機パイロットは空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍ではパイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているから、平時においてはおおむね年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常であり、訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているんだって。この FCLP は空母が出航する直前に集中して行われていて、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものだが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できるよな。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地にしていたため、横田基地なども併用して実施されていたが、両基地とも市街地が近くにあるため、騒音問題が絶えなかったわけだ。それで1991年平成3年8月からは横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたわけだね。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km で、長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたわけだ。でもアメリカ軍の経費って日本も分担させられているんだよね。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発だから、その点の不安も理由にされているんだろうね。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているらしい。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明していて、馬毛島を管轄する種ヶ島の西の表市では2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるみたい。ただし西の表紙議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示していて、今後については市長と反対派市議の動きが注目されているだが、種ヶ島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているらしい。防衛省は海上航空陸上自衛隊それぞれに馬毛島での訓練を計画し、常に150から200名の隊員を駐在させる予定にしているね。種ヶ島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになり、馬毛島島内には施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は種ヶ島宿舎から定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているんだ。ということは、過疎が進む種ヶ島で1000人近くの若い世代人口が増えることになるから、地元では地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られるな。さらに基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるため、種ヶ島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもあるらしい。反対の声が一部にあるとはいえ、種ヶ島島民の総意としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。防衛省がついに1に式地対艦誘導弾の延伸技術を1年前倒しとの決定発表したとの情報をキャッチしたよ。脅威にいち早く対応しようという姿勢はいい心がけだな。今回は、この和製トマホークとも言われる1に式地対艦誘導弾階について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。1-2式地対艦ミサイルは射程なんと200キロで、
それを三菱重工が改良を重ねようやく1500キロへと延伸技術を確立しているんだ。2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた1式地対艦誘導弾頭の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明したよ。オリジナルの1式地対艦誘導弾らは、その名称が示す通り2012年より陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離はおよそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べないんだ。この1式地対艦誘導弾らは、装輪式の車両の後部にミサイルの本体の発射筒を搭載する形式の兵器であり、その仕様は揮発型と呼称される陸上装備で、陸上から敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められているぜ。現状の1式地対艦誘導弾らは、訓練用に陸上自衛隊の富士共同弾の特化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分屯地、熊本の県軍駐屯地、そして沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されているな。このようにオリジナルの12式地対艦誘導弾らは中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況であるが、これはひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われるぜ。これに対し改良型である12式地対艦誘導弾などの能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして最終的にはおよそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではないんだ。さらに1式地対艦誘導弾頭の能力向上型では、地上発射型の地発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなるよ。これによって1式地対艦誘導弾頭の能力向上型は、陸海空のみ自衛隊において各々が運用する用の長距離打撃力を有する対艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろうね。今回1式地対艦誘導弾頭の能力向上型が当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が踊ったんだ。これは1式地対艦誘導弾頭の能力向上型が現行のオリジナルに比して飛躍的にその有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判だな。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でもこれまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることがいかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例と言える批判ってわけだ。今も進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々にはその残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ないぜ。1式地対艦誘導弾頭の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府はすでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくるよね。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、残念ながら全てが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は前バージョンのブロック4となる模様だが、幸いにも射程距離に関しては大差のない 1600km ほどとみなされているんだ。トマホーク巡航ミサイルはアメリカの原レイセオン社が生産している兵器だが、西側諸国製のこの手の兵器としては最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに1980年代の開発時から幾度となく新型にバージョンアップされているよ。したがってその兵器としての信頼性は西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も1991年の湾岸戦争、
1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争などで行われ、高い有効性を示し続けてきたってわけ。こうした状況を受けて2004年頃には、日本の海上自衛隊においても当時の中期防衛力整備計画2022年に防衛力整備計画に改称で、取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況だね。それから9年が経過した2013年頃、日本側は当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器大陸間弾道弾等への対処を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルをその有効な戦力と再認識したと言えるぜ。そこで日本側は当時のアメリカ政府にトマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているが、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったが、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられているな。これは今から見ればわずか10年ほど前のことであるが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は政治的に中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われているらしい。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないんだけど、少なくとも2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして同盟国たる日本にトマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろうね。そこから10年で中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられるよ。現在、日本が12式地対艦誘導弾頭の能力向上型やアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な立て付けは、いわゆる安保関連の3文書と言われるものを時の政権内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっているんだ。いわゆる安保関連の3文書は、上位の目から国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、1、2式地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属するよ。国家安全保障戦略ではこれら1、2式地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っているみたい。この反撃能力という表現は、かつては敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えないな。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで国防に必要な要件を達成させることは困難だぜ。そのため万が一に日本が今後他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みはまだ不十分に思えるよね。くしくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうな。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうが、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊次期最上型の全容を入手したよ。三菱の悪魔的な建造スピードに中国も驚くほどだね。次は海外輸出を念頭に、建造計画が進み出すらしいな。今回は次期 FFMAAW の性能を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
2023年11月7日から9日までオーストラリアのシドニーにある ICY シドニーで開催されたインドパシフィック2023に、現在防衛装備庁と三菱重工業が開発を進めている FFM に代わる、次世代主力護衛艦となる新型の水上戦闘艦 FFWAAW の模型展示を実施したよ。インドパシフィックはインド太平洋地域における最大規模の展示会の一つで、自衛隊で運用する装備品の魅力や、高い技術力を官民一体となって広く発信し、諸外国との防衛装備技術協力を推進することを目的として、今回は防衛装備庁と三菱重工との共催でブースを出展したもので、新型水上戦闘艦 FFWAAW の輸出を視野に置いた展示参加として注目されているな。海上自衛隊に現在配備が進められている FFM は、これまで海上自衛隊には配備されていなかったフリゲートを表す、カンタネ記号 FF に、多目的に対応する多機能性マルチパーパスとキライマインの M を足したもので、現在は1番艦モガミ、2番艦クマの、3番艦の城、4番艦ミクマまでが収益して配備され、6番艦アガの、7番艦ニヨド、8番艦ユーベツが浸水して偽装中であり、さらに9番艦と10番艦の建造が竣工されているね。モガミ型護衛艦は基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦隊で、機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジンが2機によって7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラで最大速力30ノットでの航行が可能なんだって。また乗組員は約90名と少なく、これまでの同クラスの護衛艦の3分の2から半分程度の人員で送還が可能であり、このことで慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊が必要な護衛艦数を確保することができるぜ。搭載される兵装は、62口径5インチ砲127ミリ単装砲台機器に国産日本製鋼所製の遠隔操作式無人銃か RWS が2機搭載され、そこには 12.7 ミリ機関銃が装備されているみたい。また、航空機は SH-60 軽哨戒ヘリコプター1機が搭載可能だぜ。股間の対空兵器として近接防空ミサイルシーラム11連装発射機1機が搭載され、対水上艦攻撃用には対艦誘導弾1と7式艦対艦ミサイル SSM4 連装発射等2機、潜水艦攻撃用として、324mm3 連装単魚雷発射艦2機が搭載されているほか、対空対艦対潜攻撃用ミサイルいずれにも対応可能な、MK41 垂直発射装置 VLS16 セル1機の搭載が計画されているものの、それに搭載するミサイルの種類に検討が必要とされたことと、世界的な半導体不足などの影響を受けて VLS や関連する機器の納入が遅れていることなどから、現時点では8番艦ユーベツまで後日装備とされていて、VLS 搭載後には中距離対空ミサイルや、丸7式垂直発射魚雷投射ロケット7 VLA などの運用が予定されていると見られているな。また、FFM の M を意味する機雷船には、対機雷船ソナーシステム OQ91 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV などが搭載され、これまで掃海艇が担当していた、機雷掃海も担うことになるほか、簡易型機雷敷設装置を搭載され機雷の敷設も行えるようになったらしい。さらに電子戦にも対応可能で、NOLQ3E 電波探知妨害装置が搭載されているようだ。このモガミ型は当初計画では22隻の建造が計画されていたが、当時は三菱重工業が主契約者として、自社の長崎造船所で建造していたほか、三井 E&S 造船を下請負い者として同社の玉野艦船工場で建造を担っていたものの、三井 E&S 造船が艦艇造船事業を三菱重工へ譲渡したことに伴い、すべての FFM が三菱重工グループで建造していたんだけど、そこに三菱重工業が FFMAAW の建造を担当することになったため、モガミ型護衛艦は12隻を持って建造を終えることになったよ。
次世代護衛艦となる FFMAAW の AAW とはアンティエアウォーフェア対空戦を意味していて、この新型護衛艦では搭載される兵装は最上型とほぼ同様になると見られているんだけど、VLS のセル数が最上型の16セルから32セルと倍増されることが明らかにされており、そこに中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、敵戦闘機から発射される空対艦巡航ミサイルや、地上発射型の地対艦巡航ミサイルなどを遠距離から迎撃する能力が高まり、最上型護衛艦では不足しているとの指摘があった対空戦闘能力が強化されることになるんだ。また FFMAAW は最上型に比べて基準排水量や全長が増加していて、基準排水量は最上型の3900トンから4880トン前後に増加となり、全長も 133.0 メートルから約142メートルとされていて、これまでの汎用護衛艦 DD のサイズを上回る大型化が図られ、このことにより航続距離の延伸や、乗組員の居住性と対抗性などの向上が期待されて様々な任務に対応できるようになるとされているぜ。そして最上型と同様に、レーダー反射断面積 RCS を低減するために船体はステルスの高い形状や、マストのデザインとなっていて、特に最上型の外観上の特徴でもあるユニコーンの角のような形のマストは、レーダー波を散乱させるだけでなく電子線や通信などの機能を備えているらしい。防衛省ではこの FFMAAW を最上型に変えて12隻の建造を計画していて、最上型が1年間に2隻建造されていたペースよりも早く、2024年度からの5年間で12隻を建造することになっており、2025年度予算の概算要求で FFMAAW2 隻の建造費1474億円が計上されたんだ。ところで防衛省は2023年6月、最上型護衛艦2番艦の熊野を約2ヶ月の前インド太平洋方面派遣任務につけて、海上自衛隊の技量の向上と相互理解の増進、信頼関係と連携の強化を図るとして、フランス海軍インドネシア海軍などとの共同訓練を実施させたほか、シンガポールマレーシアインドネシアに寄港させて各国海軍との意見交換や友好親善訓練をも図ったよ。しかし、この長期派遣には別の目的もあったとして軍事専門家などが指摘していて、それは最上型護衛艦の設計ベースとなった。30FFM をインド太平洋地域各国に売り込むためのセールスプロモーションという側面があったらしい。その根拠として防衛省では熊野を、シンガポールでは5月4日に開催された、国際海洋防衛装備品展示会 IMDEX アジア2023へ参加させたほか、マレーシアでも5月30日にランカウイ島で開催されたランカウイ国際海洋航空宇宙装備品展示会へ参加させて、インド太平洋地域各国の海軍関係者が多数集まるこれらのイベントでの売り込みを図ったとされているな。また最上型を建造している三菱重工業もまた、日本の防衛セキュリティ装備の展示会である DSEI ジャパンなどで、30FFM の模型展示などを行っているほか、防衛装備品の輸出を司る防衛装備庁も2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された。防衛装備展示会のベトナム国際ディフェンスエクスポにおいて、30FFM のプロモーションビデオを放映して、ペーパークラフトを配布するなどの活動をしていたぜ。そして、これらの展示会におけるプロモーションはそれぞれ反響があったとされ、熊野が5月9日から11日まで、インドネシアの北ジャカルタにある単純プリオク港に寄港した際の話として、菅基地に寄港した後に艦長の桜井敦氏に東海佐が、最上型 30FFM の優れた先進性技術力消費とか対応について紹介し、理解を得られたと述べているね。しかしながら、防衛装備移転三原則が整備され防衛装備品の輸出への道筋ができたとはいえ、30FFM の完成品を輸出するには様々なハードルがあって困難が予想されることから、日本政府は現時点ではユニコーンと呼ばれる電波アンテナが統合されたマストの輸出を進めていると見られているぜ。海外に兵器を輸出した経験がない日本は技術的には十分競争力があり、法的な制約が小さいユニコーンのような新技術の輸出は現実的との声が多く聞かれ、
将来的に防衛装備品輸出を拡大させるための最初の一歩としては適切とする見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。